球は狙われている。一体誰が？調査を開始した我々取材班の前に立ち塞がったのは恐るべき軍事機密の壁であった。 CIA、韓 FA、NATO、モサド各国情報部のスパイ船の果てに浮かび上がった信じがたいトップシークレットの謎とは。なんだこれは。とてつもない。ヘッドクォーターにブラックバード、はっきり報告しろ。人類以外の何者かが地球に侵入している。これは世界各国で撮影された未確認飛行物体である。一体どこから何のために。我が下道者は地球を侵略する。ついに宇宙人が我々の目の前に姿を現した。迎え撃つ精鋭部隊、集結する自衛隊。だが日本政府の対応は。政府といたしましては、宇宙人に関する国民的コンセンサスが形成されていない以上、宇宙人問題は時期尚早かと。永田町の奴らは分かっとらん。単なる訓練です、何でもありません。しかし我々取材班は宇宙人の怪獣の姿を捉えることに成功した。そして大都市上空に頻繁に UFO が現れるのは一体何のためだろうか。この謎を解くために我々取材班は人類最高の頭脳を集めたここ国立科学研究所を訪れた。これは史上最大の危機だ。こんなこともあろうかと、わしは密かに地球防衛のための準備を進めていた。オールラウンドインターセプト、アンドエスコートレディ。全領域揚撃及び支援兵器エリアル。国立科学研究所が総力をかけて開発した秘密兵器を我々取材班はキャッチした。だがそのような兵器は我が自衛隊には存在しない。エリアルとは何か。ああ見た見た、あの空飛ぶレオタードだろ。そしてまた怪獣を一撃で倒す謎の男の正体とは。宇宙からの侵略者は存在した、我々は狙われている。果たして地球の運命は。来ましたよ、カズミ。早く。
く。お早く。今日危なかったな。危なかった。お疲れ様。ところでよ、夜中のテレビ見たか？あ、ほら、地球は狙われているってタイトルの。カズミンチのじいさん出てたよな。うん、おじいちゃんどこへでも出てきちゃうから。けど宇宙人なんてどうも嘘くさいよな。本当だよ。私なんか。なんだよ。あ、そういえばカズミロボットに乗ってるって言ってましたわよね。ちょっとね、バイトで。でもさ、ラストの方で怪獣が壊してた街、あれマジかな。あら、私が先日行った時には何でもありませんでした。カズミはどう思う？最初の方だけ見てすぐ寝ちゃったからな。は？じゃあ課題のレポートは？また忘れたのね。違うもん。今朝お姉ちゃんに手伝ってもらったんだ。ほらね。珍しい。あれ、なんだこれは。ちょっと見せてくださいます。切手も宛名もなし。いつカバンに入ったか覚えてます？わかんない。逆閉じでもねえし、不幸の手紙や果たし状の類でもねえとすると、こういう場合一番ありがちなのは化粧踏み。あ、化粧踏みって何？ラブレターかよ。あ、ちょっと声が大きいわよ。マジかよ。ラブレターだって。いつも早いな君は。おはようございます。朝食がお済みになったらお話があるのですが。あ、わかった。ではまた。第三圧力障壁群の出力を安定させた方がいい。はあ、ほっとくと島ごとプラントが吹き飛ぶぞ。下博士、スケベから例のテレックスが入っています。わしはちょっと上へ行ってくるぞ。あとは頼むな。あ、博士待ってください。ここをお前たちに任せる。そんな。岸田さん。岸田博士。幸せそうな面しちゃって。どうしてこの子だけが。あ、こいつうまくやりやがって。あっ、痛いな。あ、ずるい。ずるいのはカズミですわ。なんで一人だけラブレターもらいやがって。私でさえもらったことないのに、ましてやエミなんか。
あんたも可愛いこと言うじゃん。アライミ、どうしたの？お待ち！いい好き！あら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 、もうやめよ。ねえねえ、どうしたらいいと思う？ラブレッター、やめとけやめとけ。最近ロックな男いやしないんだから。そりゃ誰かさんの見る目がないからですわ。あ、いった。ダメよカズミ、せっかくいただいたんですから。でもなんとなくさ。なんなら俺が代わってやろうか？あ、ダメ。ほらやっぱり。え、けどさ、そういうのってよくわかんないし。そんなのやってみればわかるって。そうそう、エミにはわかんないでしょうけど。ユキ！あら、エミ、おやめになって。あら、授業が。あ、待ちな！ラブレター。効果兵を2体は清掃圏、1体は軌道上に残し、残りは全て対流圏まで下ろす。軌道上の1体は必要ないのでは？予備戦力は全体を清掃圏に置いた方が戦場への投入が早くなります。それでは敵の航空戦力に迎撃される可能性が増える。同じ迎撃されるならこちらの戦力は多い方が有利かと。では長距離支援のためのウィーバータイプを2体ほど追加しよう。しかしの地上配置の効果兵は大小合わせて6体。これを周辺区域に一気に降下させ都市中枢を制圧する。いや、あの制空権を取るために飛行兵が必要だな。サンダースほど上空において上空制圧をやらせるか。ねえ艦長、洋上にも効果兵を配置しよう。ギガタイプなら水中戦闘能力もある。ですが、さらに周辺都市へ同時に大隊規模の兵団を下ろそう。艦長、どうだ、これだけの兵を動かせば。あ、その声はまさか。わあ、シモーヌ、いつからそこにいた？ウィーバーを2体ほど追加しようからですわ。わあ、艦長、経理部までお越しくださるようにお願いしたはずですが。すまないシモーヌ、仕事が詰まっていたのでこれから行こうかなと。まあ、ずいぶんと大規模な作戦ですわね。いや、これは艦長、一体本艦のどこにこんな作戦ができるだけの余裕があるって言うんですか？ないのか？本艦がどれだけの予算で動いてると思っているんですの？待て、経理部長。艦長の立てた作戦行動のおかげで艦内の運営がどのくらい苦しいか。品数の少ない商店には列ができるし、流通の止まった店舗は休業してますし、艦内の失業率は 10% を超えました。おまけに補給部品の請求書、武器承認へのローンの支払いに税金、保険に公共料金、請求書の山ですわ。オルクスの経営状態はそこまで悪いのか？どうやらそのようで、部品不足からメインエンジンの転換炉の寿命も近づいております。早めにオーバーホールに出しませんと。そんな予算はありません。しかしいいですか、これから一切の作戦行動は事前に経理部に計画書を提出、了承を受けていただきます。お忙しいお仕事中にどうも失礼いたしました。あ、おかしくない。いえ、しかし決戦、帝国からは十分な予算をもらっているはずだが。予定外に効果兵の損害が多いもので、時に出物が。ほ、シモーヌに内緒で降下兵を下ろせんか。
て吸って吐いて落ち着いた、うん、それじゃベッドに座って。何がどうしたの？お姉ちゃん忙しいから結論からね。うん、あのね、ラブレターもらっちゃった。うえっ、あれどうしたのお姉ちゃん？ちょっとクラッとしただけで。何したって？ラブレターもらっちゃった。誰から、いつ、どこで？わかんない、名前書いてなかったし。ねえお姉ちゃん、どうしよう。どうしようって、たくこの子は。妹に先越されるなんて思ってもみなかったわ。何？何でもない。それよりそのラブレター見せてくれる？はい。芸のある文章じゃないわね。字もあんまりうまくないけど、ワープロ書きでないだけマシか。電車の中で見かけて一度会ってほしいってのは今時珍しいパターンなんじゃないの？渋谷ハチ公前ってのも月並みなセンスね。どうしよう、カズミ付き合うのかな。付き合うも何も、会うだけ会ってみたら。へえ、会うの？相手の名前も知らないんじゃどうしようもないでしょ。はい、好みのタイプなら捕まえときゃいいし。そっか、そうだね、会いに行くのか。お姉ちゃん一緒に来てくれる？やだ、私は人のデートについてくほど暇じゃないわよ。デートか、そっか、デートなんだ。誰だこの極楽トンボにラブレターなんか出したのは。妙な笑い方はやめい。はい。で、その物好きはいつ会いたいって言ってるの？うん、あ、今日の5時だ。何？本当だ。あんたいつ手紙もらったのよ？気がついたの今日だもん。だからたまにはカバンの中掃除しろって言ってるでしょ。あ、大丈夫、うん、まだ間に合うわ。え、あ、痛い、痛いよ姉ちゃん。何事だ？一体どうしたというのだ？メインエンジンが破損した模様です。何？メインエンジン、第一ジェネレーターフローバルブ破損、交流子タービンブレード破損、 B 反応炉、二次冷却システム欠損、タキオンチェンバー収束率 80% に低下。このままではメインエンジンが作動不能に陥ります。なんだと？出力系統の経年劣化およびエネルギー不足が原因です。この船は機関整備もやっとらんのか？非常によくやっていると言うべきでしょう。本来なら半世紀も前にドック入りしてオーバーホールすべき楼管を、満足な補給部品もなしにここまで正常作動させてくれたのですから。すまん、言い過ぎた。今度は何だ？第三ジェネレーターに誘爆した模様です。下部第372格納庫、圧力隔壁崩壊、降下兵30体落下しました。何？コントロールできるか？事故とあればシモーヌも文句は言うまい。艦長、残念ですが372格納庫はスクラップ置き場です。コントロールできる降下兵はありません。一体もか？はい、コントロール系が全てオミットしてあります。そっか。艦長、経理部長、無断で降下兵出しましたわね。いや、その、you
ットピーク、バークス、ノリクラ、各観測所が異星人の小型機の射出を確認しました。よし、デフコン5、大島へデータを送れ。ピープの後、ノーラッド、ESA、ナス、全部か。うん、おかしいな。岸田博士。うん。ああ。富士の研究所から緊急連絡が入ってますよ。岸田だ。どうした？あ、お仕事中すみません。実は衛星軌道上の戦艦が小型機を放出しまして、その数約30。何？ほとんどが大気圏突入時に燃え尽きましたが、一機だけ東京へ到達します。うん、で、戦艦の様子はどうだ。何やはりそうか。よし、AR を発進させろ。こっちは任せた。わしは小笠原へ行く。ちょっと待ってください。小笠原って、宇宙開発事業団の追跡所だ。地熱プラントはどうするんですか。わしは忙しくなった。あとは頼んだぞ。待ってください。さあ、所長のお許しが出た。行くぞ。エリアルスクランブル。なんなんだあ？人が取り込み中だったのに。はい、河合ミラ。今ちょっと忙しいから、また後で。 B さん、今から迎えに行くったって。待ってよ、私そんな話聞いてないわよ。皆さん急いでください。緊急事態です。ないと脱出装置で降りちゃうぞ。まあまあ、ドライヤーです。あのね、あ、ヘアブラシもありますよ。そういう問題じゃなくて。鏡はバックミラーを使ってくださいね。だから服。ご心配なく、新しいパイロットスーツを用意してありますから。はい、どうぞ。髪の毛おかしくない？おかしくない、おかしくない。よし。これちょっと派手じゃないかな。十分地味だってば。忘れ物ないかな。慣れないもん持っていこうとするからよ。ハイヒールなんて履いたことないのに。だから慣れとけって言ったでしょ。支度できたんだから出かけたら。遅れちゃうわよ、デート。デートか。やっぱやめようかな。もう、あんたね。だってお姉ちゃんも来てくんない。何バカなこと言ってんのよ。さっさと行け。うわ、行ってきます。間に合うかしら。
けで太平洋上で大気圏に突入した宇宙人の怪獣は現在東京に接近しつつあります。間もなくエリアルとランデブーしますが、よりによってこんな時来なくても。もうまだなの？どうしたんですか？ちょっとプライベートでね、デートに行くんだったんだけどね。え？でもいいんだ、あんまし行きたくなかったから。ダメよ、そんなわけなの。体重はいつ来るの？はあ、推定では16時55分、あと5分もすりゃ確認できるんですが。5時か。3分で片付ければ間に合うわね。急いで。はい。片付けるですって。ミアちゃん、何の仕事してたの？仕事じゃないわよ、新しいパイロットスーツなんだって。かっこいい。はいはい、カズミちゃんはもっと大きくなってからね。で、何なの3分って？別に大したことじゃないんだけどね。カズミがデートなのよ。なんですって？カズミがデートなの。なの？なの。呆れた。博士ったらデート抱えた女の子、こんなところに引っ張り出したの。あのおじいちゃんが人の都合を考えてくれると思う？はい、こちらスケベイです。こちらエリアル、河合ミア。岸田博士いらっしゃる？いえ、所長はただいま太平洋を小笠原へ南下中です。太平洋？すぐつなげる？はい、衛星回線を通しますのでそのままお待ちください。どうすんの？博士に文句言ってやるわ。いいよミアちゃん、カズミあんまし行きたくなかったんだから。ダメよカズミちゃん、最初が肝心なんだから。こちら岸田だ。どうした？トラブルか？おじさま、プライベートに仕事持ってこないでって言いましたでしょ。何を言っとる。時と場所を選ばんのはこの岸田ではなく宇宙人の方だ。こっちにもこっちの都合ってものがあるんです。侵略者の手から地球の平和を守るという高尚な使命の前には多少の犠牲もやむをえん。だいたい孫や姪を戦場へ駆り出してご自分は太平洋じゃ、高尚な使命も何もないでしょ。うちの優秀なスタッフをつけとるじゃろ。それに仕事と趣味は別じゃ。お取り込み中すみません。お話の優秀なスタッフですが、上空1万2000メートル敵機発見、南南西より速度マッハ2以上で接近。もう来たの？というわけじゃ。あとは頼んだぞ。おじいさま、もうしょうがないわね。急上昇するわよ、捕まって。いいの？ええ、都民に警告出しましたので構わず撃っちゃってください。はいはい。やっつけた。やだ、聞いてないじゃない。5秒後に接触、避けてください。言われなくたって。衝撃波が来るわ。
怪獣どこ？見つけた！残りの武器は？ロケットランチャーがある。よし、カズミちゃん、いい？一気に片付けちゃおう。艦長、残念ですがエネルギー切れです。発射！ってどのあたりだっけ？あのあたりじゃない？ハチ公前ってどこなのよ！
で結局和美ちゃんは相手に巡り会えたの？なんかダメだったみたい。ハチ公がどっか行っちゃったんだって。でしょうね。それじゃあ落ち込んでる？それが帰ってきたら新しいラブレターが届いててさ、また舞い上がってんの。あらま、意外とファンが多いのね、和美ちゃん。また何か攻めてこなきゃいいけど。艦長！大変です。すぐ来てください。Hello, Flamery. ベースホットライン、傍受しました。よし、博士に任せ。この時、恐るべき最悪が地球に近づきつつあることを人類は彼以外予測できなかった。人類は滅亡する。人類は全ての科学力を結集し、この危機に立ち向かった。だが事態に岸田博士は国立科学研究所スケベイの総力を挙げ、人類の存亡をかけた最後の作戦を開始した。ミアは、アヤは、カズミは、そしてエリアルは、人類に明日はあるのか。3人の乙女たちは地球を救うことができるのか。ブレイクフォー。